メダルもありますし、あの順位がものすごく世間の評価になる、まあ、見方もあるんですけれども、私の中では本当に、まあ、自分がどれだけ この舞台で納得できるかっていうところを大事にしていきたいなっていうふうに思っていたので、なんですかね、私にとってオリンピックは本当に自分の成長を確認する場所であったり、あとは周りの皆さんとこう歩んできた道のりを包み込むような、競い合う世界の仲間たちとつながる場所であったり、日頃応援してくださる皆さんとつながる場所、そしてやっぱり、まあ、一番大好きなスケートとつながる場所なのかなというふうに思ってます。